これ一つ1本ください。いくらですか？500円だ。はい、いいね。反転だとも最高に似合いますね。縁日がこれですよ ね、かっこいい。これですよ。反転がね、かっこいいですね。もうお兄さんも宮本の、あ、違う、お友達、はい、反転借りて今回、はい、あー、はい、中学の同級生。なるほど、なるほど。え、初ですか今日は？何回か、ここは初です。この反転機なんですけど、もともとも鳥越のに住んでる。なるほど。じゃあそこではもう何回も、何回も、はい、ここに来るつもりが初めて。ここの町会も初めて。そうです、そうです、そうです。どうですか、4年ぶり。最高です。最高でした。超楽しいな。天候に恵まれました。天候に、確かに晴れててもダメだし、暑いし、確かに雨でも嫌だ。確かに曇りがちょうどいい。これちなみに俺あんまり全然知識がないかわかんないですけど、本社も担ぐんですか？本社はまた担ぐんですか？本社は担ぎ終えました。あ、終わ、あの朝の順番の、はい、じゃあ、あのあれだ、リストに書いてあった順番がそういう本社じゃん。初めての感じ。はい、じゃあ乾杯。うわー、冷えてないから私。はい、お疲れ様でした。あ、置いてそう。お金払った？払いました。あ、はい。あ、いいね、飲み、プリ飲み、プリ、アイスですよ。喉乾いてたな。シンプルに、シンプルに喉乾いてた。ちょっと聞きたいのが、これでこの後こう皆さんどうするんですか？大体は一旦終わったら飲みに行って屋台とかいろんなところ飲んで、はい、で、最後宮入り、宮入りを見ますか？私はうちは、お父さんと今年は長田が担ぐっていうんで、うんうん、とりあえず宮入り見に行く。まだね、どこで見ようかなと思ってる。どこで見るのがいいんですか？いや、本当なら、マンション。下、上からね。あ、まあ、安全だし、いいですけど、ちょっと今も知り合いがいなくなってしまったので、下の神社の前あたりとかでこう見ると、みんなね。いただきます。あ、いい食べっぷり。おいですか？ソーセージ。ソーセージ。カルボはでもビールの方がいいよ、絶対。だって終わりの後のビールが一番うまいんだから。え、そのやっぱ見合いはご経験はあるの？いや、ない、怖すぎて。やばい、やばい、やばい。やばいのを見てるから、上から。わー、やってるわ。え、要するにみんなあの鳥居くぐるのを担ぎたいから、そこまでに奪うみたいな感じなんですか？あー、でも最後の締めなんですよ、見合いって。で、それも、この町の全てが終わる時になって。だから、その名誉ってことですよね、担ぐのね。そうっすね。それを担ぐためにみんな、なんか反転を脱がし合うみたいな話も聞いたんです。あ、そうそうそう、あ、これないとか稼げないからってことですよね。で、これもあのこの状態だと引っぺがされるので、はいはいはい、帯で帯で締めて、で、宮入りは助けをしないといけない。帯だけだと抜かれるんで、はいはいはい、だから助けが必要みたいな。それだから要するにあれですよね、このいっぱいある町会の中で誰が担いでられるかみたいなこと、はい、あ、そう。でも、まあ、ベースはでもこれしか担げないじゃん。宮本、宮出しと宮入りは宮本しか担げない。担げない。あ、そうかそうか。このユニフォームしか担げない。うん、じゃあそのやっぱ数ある町会の中でも宮本はすげえ。超特別。へえ。僕は A 級町会ですけど全然途中しか担げず終わり。その時祭りが終了する。それってもうずっと歴史的にずっとそう。ずっとそう。そこに生まれた。そこに生まれたもん勝ち。すげえな。生まれたもん勝ちかマンション買うか。そう。あの人買って入るか。なるほどね。少ない。飲んで分かんなくなった。ちょっと。もうちょい寄りで。もうちょい寄りでお願いします。はい、行きます。はい、チーズ。じゃあこっち見てください。はい、チーズ。え、これ、あ、お兄さん顔出し OK ですか？OK です。浅草橋は
が必要だっていうので求められますよね。そうですね、あの YouTube とかにも出たり。大丈夫ですか？あだ今まで見入り見てきましたけど、一度も親父を見つけたことがない。あ、マジですか？本当にどこに行くのか。え、何年ぐらいがその入れるんですか、その神輿の中に。毎年担げんの多分50人ぐらい。あ、ただ神輿を担げに来るやつは1000人ぐらい、いるかな。でそのうちの50人だけがたどり着ける。担げる、なるほど。担げるのはその棒に触れるのね。楽しいな。でそこで起きるわけですね、いろんなことが。そうです、その50人に入るためにちょっと話出てた。どういう風に殴られた？なんか殴られた後に意図的に、こういう感じかな。そう、意図的に殴られたんじゃないんだけど、ちょっと弾かれるところ。シンボ入った時にちょっとわちゃついて当たっちゃったっぽい。だから、ね、つまりアメフトとかそういう感じなんですよね、きっとね。現場はね、別に好意的にやってるわけで、わざとこうやってるわけじゃなくて、わざとやる時もありますけど、通りをね、外れてる人は。マジか。4年ぶり4年ぶり最高でした。4年ぶりの鳥越祭り最高。イエーイ、乾杯。引き続き楽しんでください。皆さん、はい、ありがとうございました。はい、さんのどこを担いだか言ってもらっていいですか。昨日の六花鳥連合で最後宮入りしていくところを担いで、はい、すごい。そうですね、今日は、午後ですね、午後に、ここから木漏れ日の裏回って最後で本社を、はい、あ、違う、あと町会町会のさんのやつをここ、まあ、はい、担いで、昨日は左肩でやったんで今日は右で行きました。なるほど。どうですか、鳥越祭りは。いや、もう最高に念願かなっての神輿で、ほんと楽しいです。なんかいただいちゃってすいません。お父さん、いただきます。いやいやいや、お父さん、なんか突然来ちゃいましたけど。連絡入れたら子供が来たりじゃない。こうやって解放してるんですか。え、解放してる。解放してる。だってもうさっきから入れ替えるの。いつでもどうもなって。でもね、入れなくてずっと外だったんですよ。やっと入れてんです。ランチがトイレ近いのに5分もかかった。それ面白いですね。もうここの通りがぎっしり人が、神社に向けて、うん、神社に向けて、だからこの辺ぐらいまでは、向こう通りからこの辺ぐらいまでまだそんな人はいないんですけど、はい、神社の前でも張った方がいいですよね。そうですよ、最後は、うん、あのあれはその人はね、中にもう入ってくって言ってたんで、そうそうそう、そのまま一緒についてくって言ってたんで、うん、そうだと思う。お酒も多分あのその人は、うん、さっきも合流した時に、うん、僕はこのままついてきますって言ったんですげえなと思って。俺はついてきないわと思って。今日はあのもう3人なんかずっと遊ぶ、昨日からかずもう喜んじゃって、すごいな。もうほら伊勢出版さんがほら、どうも大丈夫さん、どうもどうも、あ、どうもこんにちは、撮ってます、宴会風紀撮ります、撮りに、これも撮ってね。あ、すごい。これなんですか、これ。これさっき食べたやつ、生ハムの原木。めっちゃうまかったこれ。すごい。うちのお祭りはこれです。あとこれです。生ビールと、はい、すごい生ビールが飲めるんですか。飲む。この後見合い入れ取るんだけどな。トイレ行きたくなっちゃうな。写真撮っていいですか。はい、行きます。じゃあ太田さんも、太田さんも入って、はい、太田さんいいです、いいよ、はい、入ったから、はい、行きます。はい、はい、いいですね。あ、入った入った、いきます。竹の内が早く、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 全員入ります、広告なんで。はい、チーズ。はい、もう一度、はい、ちょー、はい、すはい、よっか。ここら辺のいろいろ撮影で伊勢出版さんっていう、鳥越祭りについて一言お願いします。4年ぶりの鳥越祭り、一言お願いします、誰か。今動画撮ってます。やっぱり千貫神輿最高。みんな本社担ぎました。あ、全員担ぎた、すごい。でもお酒も最高。見合い入りはこれ、見合い入りは見に行く、だって孫ね、
推進だからね。そう4年前子供もこしでね、4年だったら推進推進が出てきて大進歩になっちゃって、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、どうぞ。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。